し忘れましたけども、私は NHK の朝ドラ何回も出て40年目からちょこ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 。この方はおちょやんっていう時に、はい、あるシーンで歌を歌われて、はい、あ、そうなんですよ。井川遥さんって知ってますかね、はい、私は最近覚えました、井川遥さん。名女優役で出られたんですね。割とヒロイン的なね、名女優。僕あのハイボールの CM でね、よく。そうそう、それであの井川遥さんがちょっと、はい、カチューシャかわいい、ちょっと、カチューシャかわいい、別れのつらさ、せめて淡い雪溶け NHK から直接ね、もうぜひともこのシーンで歌ってくれというご依頼で、ありがとうございます。あの時の朝ドラの、はい、サントラ版といって、サントラ版 CD が出たんです、はい、その時に、劇中音がいろいろあって、その時に青木さんの歌も入っておりますので、はいはい、いただいております。お問い合わせは、はい、JOBK の人でございます。はい、それでは最後にね、今日はね、ご高齢の方が何人かいらっしゃいますので、はい、ますますね、元気に、そしてもう僕もね、もう60過ぎてますけど、自分の年から50歳を引いて、あ、なるほど、フレッシュに生きよう、はい、ね、それからまた、ご高齢の方々、それぞれいろんな、長生きのね、はい、アイデアがあると思いますけど、その歌詞の中に散りばめられている、これから温度、これから人生はこれからですよ、これからですよ、これからですよっていうね、いう気持ちで生きていこうじゃないかという、2コーラスだけお届けをいたします。それでは、ちんどんオーケストラの伴奏と、それと生演奏も入れながらやりましょう。これから温度です。Thank you.
が高かったね。はい、ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。